20秒前ですけれども、司会やらせていただきます J1PR ビタリスと申します。よろしくお願いします。自宅のパソコンをお持ちの方にアンケートをお願いしてまして、後で最後に回収します。それで5名の方に抽選で住井さんの今日の、プレゼンテーションの CD をプレゼントいたしますので、よろしくお願いします。はい、それではちょうど定刻になりましたので、J6HW 住井さんにですね、となるより耳を澄まそうという演題で、ご講演いただきます。よろしくお願いいたします。皆さん、はじめまして。日本語で言いますと、素人無線家の J6HW でございます。決して私は無線のプロではありません。その点、お含みの目ご覧になってください。なお、今日のプレゼンテーションの枚数が53枚になりました。思いの丈を書き殴りますと、こうなってしまったんです。持ち時間50分では到底入りません。私の経験では1枚あたり大体3分かかるんですね、説明に。それで、意を決してナレーション付きのムービングピクチャーで作ってみました。素人が作ってますので、ところどころ引っかかっているところもありますけども、ご承知ください。それでは始めていただきましょう。よろしく。この時間は私 JA6HW が「となるように耳をつまそう」というタイトルで、アマチュア無線通信士からアマチュア無線士への原点回帰のおすすめについて思うところをお話ししたいと思います。リニアアンプを使う前に打っては何でございましょうか。素人無線家の経験則からのお話であります。中には耳に痛いお話もありましょうが、ご容赦いただきたいと思います。お話の内容は流れているテロップの通りであります。ご一緒にアマチュア無線道の奥義に含まれたいと考えておりますけれども、いかがなものでございましょうか。アマチュア無線再開前後のお話であります。当時私どもは職にも植えていましたけれども、地域にも大変植えておりました。例えば、JR 機関士としての CQC 創刊号の価格は、時価換算5600円にも相当する大変高いものであります。アマチュア無線再開は決して七夕ではなく、このような請願書の結果であります。当時二文字コールと申しましても、ピンからキリまでいらっしゃいました。私などはど素人のラジオ少年たちの一人でありまして、中学生でしたけども、言われるままに投函いたしました。遠い昔の記憶であります。さて、先達の思想というさんは、従事者免許証の資格表記にあるごとく、技師に問われるスキルとして、無線技術士の技術、無線通信士の技能、すなわちアマチュア無線家とは、技術を持って通信を楽しむ趣味であります。更新成立のためのシステム要因系として、受信システムプラス送信システム×電波全般予測や技術、これらを支えるいろいろな技術、さらに言えば、余韻が残る更新には、話題を深く広くする情報収集能力が必要であります。早い機会にダバースタンプ QSO から卒業するには、豊富な技術的なネタと話術も重要だと考えております。電波伝播予測技術は、かなり難しい学問の領域であります。ここではアマチュア的な電波伝播予測についてお話をしたいと思います。DXQSO の極意を、ワッチこそ全てと活発した伝説の OT がいらっしゃいました。今ではパケットクラスターから努力せずに、いろいろな情報を棚ごたで知ることも可能であります。しかしながら、電波の到来方向を予測するには、パケットクラスターだけの情報では少々無理があります。なんとなれば、電波の到来方向はいつもショートパスやロングパスとは限らず、思わぬ方向からのスキャッターもたくさんあるわけであります。パケットクラスターのディスプレイに出ているからといって、自分が聞こえない信号とは QSO 不可能と知るべきでありましょう。ここに示したアンテナは、10メガヘルツ帯開放直後に私が作りました2エレ、そしてその後進化した3エレのアンテナであります。というわけで、本当にありがとうございました。
お粗末でした。ありがとうございました。もうしばらくですね。大変な密度の濃いプレゼンテーションをですね、きっちり時間内にまとめていただきまして、本当に感謝しております。最初に自宅パソコンをお持ちの方にアンケートをお願いしましたので、ちょっと今、至急回収させていただいて、今の貴重な資料をですね、5枚だけ CD に、CD を積み方いただきましたので、抽選で差し上げたいと思いますので、お願いします。狙いはですね、自分で PC を悪戦苦闘してお作りになった方を募集団として抽選しましょうと、こういう狙いがありますから、はい、ありがとうございます。最後にですね、鷲見さんに感謝を込めて皆さん、拍手でお送りしたいと思います。